こんばんは。こんばんは。今日の大人サッカー上級クラスは黒田コーチにお願いしました。今日の練習メニューのおさらいからお願いします。はい。もうアップ代わりというかアップとトレーニング位置を混ぜて、パス&コントロールの、練習と、でその後4対4でゴールキーパーつけてシュートゲームをして、最後ゲームで終わりです。はい、はい、今日の、メインのテーマとなるのは何だったでしょうか。そうですね、最終的にやっぱ来る前に見るっていうところが、ポイントだったかなとは思いますけど、はい、最初のトレーニングでも受けに入って、要は出したい方向を背にした状態で受けに入るわけなんで、後ろ向きたいんですけど、後ろ向く前に、ターンする、要はターンする前に一回後ろチェックしながら、コントロールして後ろ向いてパス出すというところが、最初のトレーニングのテーマ で、その後のシュートゲームでも、必ず受けにゴールを背にした状態ですよね。で受けに入るときに一回ゴールの方を向いてから、コントロールできるかというところがメインになったと思います。僕もそれでよく詰められてやられたり、ターンができなくてやられるんですけど、はいはい、その辺をもうちょっとこううまくやるためのコツというか考え方というか、僕がいつも普段見てる選手にも言うことは、ボールが来る前、ボールの移動中、でコントロールした後、この3つ、見ましょうと、はい、周りを、はい、まずは多分ボールはまだ来ないだろうなという時に、全体をこう自分の特に自分の近くから遠くまでを把握しますよね。大体の味方のポジショニングだったり、相手のポジショニングだったり、ゴールの、状況だったり、自分の近くの状況だったりっていうのを、ボールが多分来るまだ来ないだろうなという時に常に、状況を情報を要は、把握しておいて、でじゃあ実際に自分のところにボールが来そうだな、でパスがコロ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 と転がっている間にもう一度確認をします。要は自分のところにボール来る間に多分、相手選手だったり味方選手が動いているはずなんで、その選手の動きを、逃さないためにボールの移動中に見ます。で、その後はダイレクトで、プレーするかトラップをするかによるんですけど、もしトラップした場合にもう一度見ましょうと。それが最後ですよね。もう多分最後のトラップしてから、見るところはもうチラッとだと思いますけど、はい、もちろん移動中もチラッとですけど、はい、そのチラッとの間に、どんだけの情報を入れるかっていうのが、まあ、ミソかなと思いますけど、はいはい、で、先週の終わりの時に、体も疲れるけど、体が疲れる以上に頭が疲れるということを言われてましたけど、はい、それがだからそういうことにつながるということなんでしょうか。そうですね、最後も言いましたけど、情報を入れる、常に入れるっていうことに全然そんなことはないと思いますし、たっぷり情報が入ってる人の方が、いい判断だったり選択をプレーの選択をしやすいと思うんですよね。で逆に見えてるからこそ、じゃあどれを使おうっていうところで、ただ今までだったら自分のプレーはこうだからこうするっていうことだけを意識されてきた方もいらっしゃると思いますけど、だんだんこの人との関わり、今日だったら4対4やりましたけど、4人の中でどうやって相手ゴールを奪うかっていうところまで考える出るようになってきたら、多分頭も疲れてくると思うんですよね。ただ自分が受けてドリブルしてシュートだけだったら、まあそこまで多分頭を、考えなくてもいいでしょうし、自分のプレーに徹すればいいんですけど、サッカーっていうのはチームスポーツなんで、味方が味方の動きがあったり、自分の動きがあったりで、パスの、入れる場所だったり、ボールの質だったりっていうところで、だいぶ状況が変わってきたり、もちろん相手が簡単に崩れたり、簡単にゴールを奪えたり、なかなかゴールが奪えなかったりっていうところに関わってくるんで、そういう部分で、まあ、考えれるようになってきたっていうのはいいことなんですけど、はい、逆にもっと悩むかもしれないです。僕もまだ悩んでます。わかりました。で今日全体的に見ててどうだったでしょうか。今日ですか、はい、今日初めて参加される方もいらっしゃって、15人の、方に参加していただいたんですけど、全然皆さん参加しても大丈夫じゃないかっていうような感触を私は受けて、はい、どん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 上級クラスでも参加していただくいけるんじゃないかなっていうのは、はい、見てて感じましたね、はい。まだ来週、再来週になりますか次回、はい、はい。また引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。